この先に向かえばカレンシア地方大剣の麓に到着する。いよいよだね。ドライブアロー崩れろ。マルチプラスだ。マルチプラスだ。あたしが相手だ。助かった。逃げた。カッコ乗りやすい。エーコー。お前が崩れた。スラッシュ。エクステンドスラッシュ。サイドスラッシュ。リースタート。ドライブアロー。このまま行くぜ。やつをやられてる。もう一度暴れしてやる。まだそんなもんじゃねえ。セラ、ふふん、私の力見せられたみたいだね。まずは一発。あいつが悪いな。あたしが相手だ。気合が入ってます。セラリーグレネード。バルコンブレスポー。まだやれる。待ってて、すぐに回復するから。リネイルネードフォース。よほど俺が気に入る。やばい、敵が離れちまった。体に馴染んできたな。こんなに貴重なものが手に入るとは。何かお腹に入れておこう。忘れ物はないな。よし、行こうか。そこをどいてくれ。なんてことはね。この程度ならよ。魔法力を継続する。私が相手だ。ヘブンレイナイトグレネード。そこだ。あのワンプレー乗りやすい。ありがとう。バイロスラッシュ。崩れろ。倒れろ。ワイドスラッシュ。ワリン、助かった。力を感じる。ワイドスラッシュ。ラッキーグレネード。ドライブアロー。リズムやろう。ミナミスしたな。ワイドスライド。敵が離れちまった。ヤッホー。あたしが相手だ。行こう。ヒントにやった。マルチブラスト。ワイドスライド。ワイドスライド。確認してくれ。何だ、見たことない草があるぞ。ゼオ、それは草じゃない、花だ。
はーい、こりゃまたクソでっかいな。上が見えない。とうとうたどり着いたな。ああ体験の真下まで行ってみよう。ゲルニカが言ってた場所がここならきっと何かあるはずだ。慎重に行こうぜ。ここんところちょっと無茶が過ぎたからな。はあ、珍しいな。うっせ。ランズの言う通りだ。警戒して進もう。ここは固有種が多い極めて特殊な環境だ。あちこち見てみたくなるな。どうした、ミオ。音が聞こえる。音？なんだこの音は。様子がおかしいよ、ノア。こいつら何者だ。あのレウニス、キャスルを襲撃してきたやつだ。ああ、間違いない。ってこと、武器を収めろ。我々に戦う意志はない。何？我々はロストナンバーズ、メビウスにこうするものだ。え？メビウスにこうするものだって。私の名はモニカ、モニカ・バング。お前たちにウロボロスを託した。ゲルニカの娘だ。娘？ゲルニカを知っているのか。お前たちの目的地はシティだろ。なぜそれを。シティは我々の拠点だ。案内する。シャナイア、先導頼む。わかったよ。
名前確かに覚えたよ。モニカ、質問があるんだけど。今はシャナイアについていけ。みちみち話そう。ここもきっちり探索しないとな。まだまだ発見がいっぱいだね。見事な欺瞞装置だな。通りで誰も見つけられないわけだ。驚くのはまだ早いぞ。おっ、珍しいものがあったぜ。驚くのはまだ早いと言っただろう。へえ、こんなところがね。ゲルニカってあれだよな。あの時の。ああ。娘って言ってたけど、どういう意味？失念していた。お前たちに娘という概念はなかったな。スケバわかる？スケバとはシティのことか。このエレベーターはシティへと向かっている。だからその眼帯を渡した。これってそれはメビウスの索敵を欺瞞するものだ。メビウスの？ウロボロスとなった者はその瞳が変化する。変化した瞳からは微弱な電波が発せられる。眼帯はその電波を阻害する。この眼帯が、あんたの、それはあんたもウロボロスなのか。まあ似たようなものだ。似た。我々はウロボロスの血に連なるものだからな。あんたたちは一体。うひょっ、たけえ。こんな光景今まで見たことない。
壮観の一言だな。そういうの後にしてくれる？行くよ。バニットが鉱石を掘り起こしてるぜ。ケベスのキャッスルも比じゃない高さだね。まったくだ、下を見ただけで意識が遠のくぜ。なんかちょっと頭痛いんだけど。一気に高高度まで移動したからだろう。すまないが耐えてくれ、じきになれるはずだ。あそこが入り口だよ。もう驚いてもいいだろ？全部がすげえな！ここがシティ。やっとたどり着いたと言っていいものかどうか。なんでだよ。まだ敵とも味方ともわからないんだぞ。安心するのは早い。体温らしいな。君が楽観的すぎるだけだ。俺は信じたいよ。あの目、あの人と同じだった。メビウスにこうするって言ってたよね。だったらいいんじゃない？信じても。敵の敵は味方ってか。なるほどな。まったく君たちは頼りになるよ、体温のそういうところ。ああもうわかった、君たちに従うよ。ただし気は抜かないでくれ。わかっている。新しいコロニーが増えたな。コロニーの何倍も大きいよね。人も多そうだし、俺たちの想像を超えた場所だな。ウロボロス。ウロボロスだ。あいつらがウロボロス？ケベスとアグヌスのウロボロス。まだ子供じゃないか。なぜ入れた？敵かもしれないだろう。終わりだ。ここも戦場になる。ウロボロスってささやいてる。なんか歓迎されてねえみたいだな。招かれざる客ってところかな。捕まえたのあいつらじゃん。あの人コロニー4で戦った。
メビウスに似てる。確かに同じようなシワクチャ人がいるもん。なんかちっちゃいのもいるですもん。見たこともない種族ですもん。いや、あれもきっと俺たちと同じ人間だ。お前らがウロボロスだって。え？せいぜいあと 1,2 年じゃない。先なんてないのに。なんでバンダムさんはこんな奴らにウロボロスの力を。なんだいきなり、失礼じゃないか。一応紹介しておこう。ウロボロスの候補者だった者たちだ。皆メビウスと戦うことを義務付けられ、日々訓練を重ねてきた。そこの社内も含めて。あんたたちが満足？俺たちからウロボロスを奪って。そこまでにしておけ。敬意はどうあれ、親父が選んだ者たちだ。その証拠に彼らはこれまで何人ものメビウスと交してきた。力は確かに。社内屋の報告にもあっただろう。報告？お前たちの行動は逐一社内屋に探らせていた。警告での一件からね。え？そんな前から。我々は志を同じくする者たちだ。モニカさん。わかりました。ああ。気を悪くしないでくれ。あいつらに悪気はないんだ。そう言われてもな。居心地は良かないよ。名前、確かに覚えたよ。彼らについては別の機会に紹介しよう。分かった。さっき、俺たちの行動を探ってたって言ったよな。だからなのか、キャッスルを襲撃したのは。ウロボロスストーンが発動してすぐ、その情報は社内屋からもたらされた。ずっと接触の機会を伺っていたんだ。接触の？まっすぐここを目指すと踏んでいたんだが、なぜかお前たちは敵の本拠とでも言うべきキャッスルへと乗り込んでいった。ああ。正直焦ったよ。無謀を通り越したその行動、もしかしたら今度のウロボロスたちはバカの集まりではないのかとすら思ったもんさ。バカってひどい。すまない、言葉が悪かったな。勇敢と置き換えよう。今さら押せっての。まあ、おかげで我々の本来の目的の一つである育成モジュールのいくつかは確保できたがな。育成モジュール？見せよう。お前たちにとって大事なものだ。我々が戦う理由もそこにある。名前、確かに覚えたよ。一日の予定を立てるか。この E4 にいた時のミオたちの気持ちがわかるよ。でしょ。でも少しずつ変わっていったから。あれは、今いる場所は大剣の唾の真上あたりだ。かつてはここでも戦いが繰り広げられていた。ケベスとアグヌスのな。こんなところでも戦いが。ムクロの上にムクロが積もっている。
セナ。これこそがこの世界の本当の姿。人にはめられたカセなのだ。人のカセ。ノア、さっきのムクロの山、送りたいとか言い出さねえよな。あれは？ユリカゴ。お前たちはユリカゴ、この育成モジュールから生まれる。兵士としての訓練を受け、互いの世界の兵士を殺し、その命を奪う。奪った命は日時計へと注がれ、その命はメビウスの糧となる。ああ、己が存在するためメビウスは常に命を必要とする。その命を再生し新たに作り出すのがこれなんだ。エーセル。そう、お前たちの命はメビウスが存在するためにある。死してムクロとなった後も何度も何度も再生されてる。そんな。それがカセなんだ。カセに囚われている兵士たちはひたすら戦い殺し合う運命。殺された者は死んだ瞬間、新たな自分としてキャッスルにあるユリカゴから以前の記憶を失った状態で誕生させられる。じゃあやっぱりあのムクロは。だがお前たちの命をこうして体につなぎ止めておけば奴らに利用されないで済む。その力を削ぐことができる。これまでずっとこんなことを繰り返してきたのか。そうだ、気の遠くなるほどの時間を費やしてな。それでも多くの犠牲を払って奪えたメビウスの命はごくわずかで、私たちは皆最初にウロボロスとなった者たちの末裔なんだ。最初のウロボロス？末裔とは。そうか、末裔という概念はお前たちにはなかったな。聞くより見る方が早い。次は居住区を見せる。俺たちは生まれては戦い、死んできたってのか。何度も何度も。にわかには信じがたいが、確かにエセルがいた。出産のための施設だ。出産？先生、いいか？入れ。
なんて小さいね。でもこれ人だよ。めちゃくちゃ小さいのに動いているもん。感動ですもん。触ってあげて。そっとね。指、こうしてみて。手のひらに。この僕に。すごいな、すごいな、セナ。不思議だろ。だがこれが人間本来の姿なんだ。詳しく知りたいならそこの先生に聞くといい。人間本来の姿知りたい人手を挙げて。うん、ならば教えて信ぜよ。驚くぞ。これが本来の人の命のあるべき姿だ。命は人から生まれ育ち、やがて伴侶を見つけた人は新たな命を生み、老い自然へと帰る。すまない、ご苦労だったな。モニカ、さっき言ってた伴侶って？愛する者同士のことだ。愛？大切なものを思い慕う気持ちとでも言い換えればいいかな。
お前たちもいずれわかる。いや、すでにわかっているのかもしれんな。あれ、うん、あの時と同じものだ。この像は最初のウロボロス、私たちは始祖と呼んでいる。最初のウロボロス、どこかミオちゃんに似てる。こっちはノアに似てないか。他の像は誰とも似てねえな。始祖というのは、遥か昔、世界で最初にウロボロスとなりメビウスと戦った者たちのことだ。我々シティの者たちは皆その末裔にあたる。それで連なる者と、うん、言い伝えではウロボロスはケベスとアグヌス二人の女王によって生み出されたと言われている。メビウスを倒すことができるのはウロボロスだけだ。だが一時代にウロボロスとなれる者は六人のみ。このストーンケージが発動することで資格のある者だけがウロボロスとなれる。六人、たったそれだけ。だからあの人たちはあんなことを。椅子の数もウロボロスストーンの数も限られている。父ゲルニカが運んでいたものもようやく見つけたその一つだった。ウロボロスについちゃなんとなく分かったけどよ、本当に女王が。キャッスルに居座るまがい者ではない、真の女王がな。真の女王か。道理で機械仕掛けの女王様なんておかしいと思ったぜ。もしかしてアグヌスの女王も偽物？うん、我々は世界のどこかで眠っている真の女王の行方を探しているんだ。理由は決まっている。世界をメビウスから取り戻し、あるべき姿に戻すためだ。二人の真の女王の力によって。おかしかねえか？ウロボロスが生み出されたのは遥か昔なんだろ？今眠ってるって言ったよな。人間ってそんな長生きできるもんなのか？それについては詳しくはわからん。わからんって。ただこんな言い伝えもある。二人の女王は我々とは比べ物にならないくらい長命だと。当てにしてもいいんだよな。今はそれが我々のできる全てだ。わかった。で、あるべき姿に戻ったらどうなる？お前たちが見てきたここの人々の姿、あれが当たり前となる。生まれ育ち産み老い自然へと帰るあの姿がな。私たちもああなれる。もう生きるために戦う必要はない。本来の生を、命を紡げるようになるんだ。その命、たった10年で終わらせるな。命を紡げるのはウロボロスとなった。
お前たちだけだ。だが、それを歓迎しない者もシティには少なくない。え？もしかしてさっきの？今があればそれでいい。世界のどこで戦が行われていようと隠れしのげればそれでいい。俺たちの命はどうでもいいって。関わらなければ出会わなければ存在しないのと同じ。世界のどこで何が起きようともそう考える者たちは多い。それってメビウスと同じじゃないの？直接関与しているかしていないかの違いだけで。鋭いな。親父が力を託したのもうなずける。私たちシティの戦士は始祖の信念を受け継いでいる。メビウスの支配を退け、お前たちのような若者の命を解放し、世界をあるべき姿に改めようとな。それだけは信じてくれ。分かった、信じるよ。これだけのものを見せられて信じなかったら本当にバカだ。私も信じる。ここでの生活を見せられてすごく羨ましいと思った。あのぬくもりを、自然に帰る命を守りたいって。私もあの命守りたい。コロニー同士の関係に変化があるみたいな。ああ、頭の中整理する時間が欲しいな。うん、一度に全部受け入れるのは大変だよね。N か。知っているのか。その正体はわからないが、奴はこのシティの旧敵のメビウスだ。旧敵。多くの同胞が奴の手にかかり殺された。あ、なぜ奴のことを。いや、ただなんとなく。うん、
どうしたの？モニカさんと話してた時何かあった？いや、特に何も。取り留めもない話さ。そう？さっき連絡があったんだけど、明日の作戦会議早朝からだって。早めに寝た方がいいよ。ああ、そうするよ。じゃあおやすみ。ああ、おやすみ。